Good evening, my fellow citizens. はい、皆さんこんにちは、ヒクソンでございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年度もよろしくお願いします。はい、ということで今日は豪華なスタジオに、来ておるわけですけども、この番組、プロボディーガードなんですけども、新春大地さんということで、今回は議員の先生に出ていくことになりました。松浦先生、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、うちのこの番組はですね、はい、いろんな人がリスナーいまして、その、はい、政治に興味ない人も結構聞いてるんですね。ほう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 。それなんで、まあ、そういった人たちにもいろいろ知っていただきたいということもありますので、はい、まず先生、自己紹介からお願いします。自己紹介ですか。はい、難しいですね。はい、興味ない人になんかこう聞いてもらえるような感じで。あ、わかりました。気楽な感じで。はい、はいはいはい。さっき紹介していただきました、杉並区議会議員の松浦淑子でございます。もともと今区議会議員4期目なんですけれど、はい、区議会議員になろうと思ってなったというわけではなくって、まあ、議員というのは選挙は自分が確保だと、もちろん投票する方だと思っていたんですけど、ある時、教科書の採択が東京都から杉並区に移ったということで、私教科書をちょっと読んで、あまりにもちょっと日本を好きになれないような教科書が多かったもんですから、まずいということで、はい、そこから何かできないかなということで、まあ、議員になったと。はい、で、自己紹介として、私は子供が4人、孫も4人いるんですけど、はい、今年齢はちょっと言わないですけど、はい、一番下がもう40になっちゃいますかね。はい、そんな感じですね。はい、おります。そんな感じです。はいはい、よろしくお願いします。まあ、この番組はですね、守るということをテーマに、まあ、いろんな方にゲストに出ていただいたんですけども、実は議員の方は今日の松浦先生が2人目なんですね。1人目の人は有名なの小坂平次ですね。はい、あの人に、まあ、何回か出ていただいたことあるんですか。パチンコ問題とかですね。あ、そうで、よくやってらっしゃるもんね。で、なんでパチンコ問題かっていうと、そのパチンコがもたらす結果でその依存症になって、うん、最終的には犯罪を犯したりとか、まあ、家庭崩壊、自殺になってしまったりとか、まあ、社会問題ですよね。そうですね。現況であるそのパチンコ問題というのはどういうものかについて語っていただいたんですね。うんうんうん、まあ、まさにこれも守るための、テーマで話していただいたんですけども、うんうんうん、今日はですね、そういう守るというテーマで、まあ、いろいろ先生の方からも、いろいろお話聞いて思ったのが、うん、もう大きく捉えて国を守るという観点から、うんうん、まあ、なんか今日はいろんなお話が聞けたらなと思っております。そうですね、国を守るのと、はい、地域を守るのと、はい、それから地球も守るのと、はい、自分自身を守るのと一緒だと思ってるので、はい、ぜひそんなところから。あ、よろしくお願いします。はいはい。で、まあ、いつも出てくださる人は苦労されてるんですけど、僕自身がいい加減な男なんで、台本も何も作らないんでね、行き当たりばったりの部分ありますけども、お付き合いの方よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、何が来るかわかりましたね。はい、はい、はい。それでですね、先生といえば、その、松浦先生といえば、やっぱり、三島さんのね、はい、お話がちょっと聞きたいなと思うんですよ。それで、まあ、三島由紀夫って人は、正直言って僕もよく知らないのが実情でございます。そうですよね。うん、それで、まあ、印象に残ってのはやはり自衛隊のところで、そうですよね、自決された時ですね。あれが確か小学校低学年だったんですね。そうですか。なんでそのリアルタイムに頭の隅にあるんですよ。あ、でただね、もうイメージで、うん、ちょっと怖いなっていうね、あんなところでいきなり死んじゃうなんて怖いなというイメージがありまして、それでまあ僕なんかも本当に左側の教育受けてきた人間なんで、みんな戦後はそうですよね。そうですよね。うん、ところがまあなんかどうやら年齢重ねていって、うんうんうん、まあ、自分なりにいろんな機会に接してくると、うん、マスコミの伝えていることは全く違うんじゃないかな、うん、勝手にその危険視してるだけであって、うんうんうん、実は本当に国を思った人なんだなっていうのがね、徐々、まあ、まだまだ全然勉強不足なんですけども、うん、徐々にまあ分かってきたわけです。そういった中でね、うん、松浦先生は、うん、もう若い頃から、うん、実際に三島先生と交流があられたわけですよ ね。 ですね。ちょっとこちらの本を紹介させていただいてよろしいですか。はいはい、で、こちら松浦先生が、はい、おいくつの頃ですかね。19ですね。19歳の頃の、はい、この
表紙に載ってますけど、はいはい、あの三島先生のことを、書いた本ですね、はい、三島先生とその時に知り合った当時のことの、はい、本が書い内容がそうなもんですから、その当時の写真ないって言われてこの写真したんです、はい、ああなるほど、はい、じゃあその頃 の, あの、はい、まさにもう今でも青春時代かもしれないですけどもうストライク青春時代の思い出の章でございますね。はい、で、まあ、あのじゃあ今日はですね、うん、ぜひその三島由紀夫っていう人がもうその歴史の、うん、まあ、言うならばもう伝説的な人になってしまってますね。なってしまいましたね。時代背景的に、うん、実際にその先生がこうリアルに交流をされていたんで、うん、どういった人だったのかと。それで先生自身もやはり三島先生の、うん、影響っていうのは絶対受けてると思うんですね。受けてるんですかね。受けてないんですかね。いや受けてるってことにしといてくださいね。はい、それで、まあ、今、うん、議員という立場から、その先ほど言われた日本地域を守るために、うん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 、議員という立場で活躍されてるわけじゃないですか。うんうんうん、その方法論は違っても、うん、その思いは同じだと思うんですね。そうですね。国を憂いて、うんうん、何かしら私はやらなきゃならないということで、先生は教科書問題から、この興味を持って、興味というか、次の世代の子どもたちを守ろうっていうことですからね。はいはい、そうですよね、うん。その次の世代を守るっていうのがすごい重要な。そうなんです。私のテーマですから。テーマですね。うんうんうん、なんで、そういったことの、なんていうんですかね、まあ、きっかけというのかどうかっていうのはちょっとわからないですけど、うん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 、まあ、少なからず影響を与えたと。いう形 の、うんうん、その三島先生についてのちょっとお話をいろいろ聞きたいなと思うんですけども、そうですね、ええ、全然ご存知のかない方もいらっしゃると思うので、むしろあの知らない人の方が多いかもしれないんで、そうですよね、もう先生の リアルにその交流になった人からの、うんうんうん、そのなんていうんですか、三島由紀夫論みたいなのを言っていただけると、また今回このラジオを聞いてる人がね、興味持っていただいて、その三島さんの小説を読み始めたりとか、ね、本を読むっていうのも今年ちょっとねニュースでこう結構出てましたけども、うんうん、そうですね、あの出てました、出てましたよね、うんうんうん、この間もあの防衛省のあれとかも、そうそう、事件のこととかも出てましたんでね、そういった意味であのブームというか、まあ、ブームっていうのはもう去ってしまうもんなんですけど、その中で、うん、まあ、何人かの方が本当に興味持っていただいてね、賛同してくれる人が出てくるかもしれないんで、むしろ本当にもう誰でも分かるような、そうですね、話をしていただけたらなと思います。そうですよね、はい、今なんとなくそのお話を聞いてて、今歴史の1ページになってしまってるんだなっていうのはすごく感じます。はいはい、で歴史って、はい、あのそのなんていうのか、捉え方人によって違いますよね、はい、そうすると歴史って作られていくんだなっていうことが、はい、あのその三島先生と直接会って、はいはい、そういう人じゃないのにっていうような話が、はい、あの噂で聞こえたりっていうのもあるので、はい、本当にそういう意味で真実を伝えたいとなりましたね、はい、私はたまたまその当時、今は松田博ですけど、はい、あの去年おととし亡くなったんですけど、あの持丸博っていう、はい、まあ、男性がいて、はい、でその男性と知り合って、はい、その、まあ、持丸博が、はい、その論争ジャーナル、あるんです、あ、ちょっと失礼ですか、はい、あ、すみません、ローソンジャーナルっていうところにこれもすごい価値ありますね、これ。そうですね、はい、私、うん、何でもこう記念に貯めとく人なんですよ。あ、いい、でもいいことじゃないですか、それそれで、取ってあるんですけど、はい、これはあのローソンジャーナルで、はい、あのまあ、ローソンジャーナルの仲間たち、はい、持丸博士の先輩たちが作られた会社なんですけどね、はい、そこで先生に、まあ、表紙になってくださいとか、はい、あのいうことから、で私はその、はい、よく、ね、ウキペディアっていうんですか、ウキペディアですね、はい、そこに、はい、論争ジャーナルの社員とか私書いてたんですけど、私社員なんかじゃないんですよ。あ、松田先生がウキペディアによると、そう、論争ジャーナルの社員になっちゃったんですね。そうそう、社員になってるんです。ああ、そうなんですか。それじゃなくて、違うんですね、はい、アルバイトでもないし、お金一切もらったことないので、はいはい、例えばこの論争ジャーナルを、はい、あのよく会合で売りますよね、はい、その時に、まあ、女性が売った方がいいだろうと、あいうこと で、はい、そので私の売り方は上手だったんですよ。例えばセールスが、はい、セールスが、はい、で例えばこれ論争ジャーナルどうぞって言ったら分からないじゃん、はいはい、このページで、はい、自分でこうちゃんと赤線引いて、これやんなくださいって言うと、はい、みんな興味持って読んでくれて、そういうことでね、結構はけた、私が売るとはけた。でも セールスセールスレジっていうよりも、ね、まあ、まだ当時学生ですから、で、まあ、それが重宝したんですよね、はい、それであとはそのローソンジャーナルでこうやってあの先生方が、あの対談したり、はい、その時にお茶を出す、はい、
そのまあアルバイトじゃなくてボランティアです。ああ、じゃあもともと旦那さん、将来旦那さんになる人のお手伝いをした、うん、そうそうそうです。当時の彼氏ってことですよね。まあまあ当時のそうです、彼氏の手伝いをしてたっていうのは、そういうことです。本当の真相ってことですね。そう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 いうことです。はい、それがなんか知らない間に社員になっちゃったで、その、そう社員になっちゃったんです、はい、ウィキペディアが、ウィキペディアによれば。でそのうちに、はい、その三島先生と、はい、なんとなく意気投合して、はい、でどうやらその三島先生の周りには、あの文学少女がいっぱいいるらしいの。文学少女が、うん、文学少女が、はい、と文学少女ってのは三島先生って感じじゃないですか。あ、はい、私はそうじゃなくて、はい、三島文学読んだことない、はい、それで何回か読んだんですけど、ちょっと気持ち悪い、あ気持ち悪いっていうか、感覚的にですか、生理的にじゃなくてその、ちょっと怖いような感じ、要するになんて、はい、見えない世界のことを書いてあったり、はいはい、あと特に性描写とかね、はい、それから先生はそのボディービルされてて、されてましたね、はい、あのなんていうのかな、その矢が刺さったような映像とかね、それで、まあ、こう男がこう中になってこう胸毛を描いてるから、はい、でその時に、はい、やらしい人だと思ったから、はい、そう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 、だから先生ってやらしいですねっていう 女の子がいなかったらしいの、はいはい、で先生の小説はやらしいし、はいはい、なんかよくわかんないしっていうのが、はい、気に入っちゃったみたい。ああ逆にですか、うん、はいはい、そんなこと言う女の子は周りにいなかった。ああ、それからいつもその、まあ、よしこさん、よしこさんで呼んでくれたんですけど、はい、よしこさん行くよっていう感じで、はい、いつもあちこち連れてってくれて、はいはい、で例えば日展なんかもあの日本画の奥様は日本のお父さんから日本画の偉い方で、見に行くよっていうので、はい、で見に行った時もあの日展に行くよっていうのをタクシーで2人で乗って行って、はい、で ものすごいね、あの早いんですよ、その場所まで行くわ。足が速いってことですか。足が速い、はい、足が速くタッタッとその場所行って、はい、うんうんうんってしばらく見たら見たって言って帰るんです、はいはいはい、そういう鑑賞の仕方なんですけど、はい、それで今度またタクシーに乗って帰るという、はい、で先生がお書きになった、はい、ライオンのテラスとか朱雀家の滅亡とか、はい、そういうのというのは結構初日に、あの一緒に行こうって言って見に行ったことがあるんです、はいはい、でたまたまに朱雀家の滅亡かな時にあの川端康成さん、はい、がいらしてたの。おー、ノーベル賞。そうそうそう、川端先生、はい、私その国語の教科書でしか川端康成って名前く、はい、知らないので、はい、で国語の教科書ってあの亡くなった人しか書いてないと思ったわけ、はい、だから川端康成さんは生きてるって思わなかったわけ。ほいであれ教科書で見た顔がいるので、はい、変だなと思って先生川端康成さんですよねって言って聞いたの先生、そしたら、はい、あれ先生亡くなってたのどうですかって聞いたら何やってんのよしこさんって怒られちゃって、だって先生教科書持ってる人は亡くなったんじゃないですかって言ったら、はい、そんなことないよなんて言われちゃって、はいはい、亡くなったんじゃないですか聞いちゃったんですよ、はい、先生。いいですね。そう、はい、そういうとこが要するに普通大人になると、はい、ある程度そのバカなこと言わないじゃないですか、はいはい、止めて、はい、それ言っちゃうからそれがまた気になっちゃった、はいはい、単純っていうところが、でその時に川端康成さんはね、あの羽織袴だった、はい、でこの辺くるくる回してて、はい、でそれで多分トイレ我慢してたと思うんです。それで休憩時間だったんで、はい、こんななって言ってトイレ行って帰ってきてそれでもんでおーっと私も見ちゃったんですけど、でそれからまあ一緒にちょっとお話ししましたけど、はい、その方がそういう偉い方だって知らないので、はい、うん、びっくりしたって、そういう、はい、でとにかく三島先生はねいつも、はい、ものすごく真剣に生きてる人、ね、方真剣に私ね、これほど真剣に生きてる人っていうのを見たことない、はい、あの時間を1分でも2分でもとにかく、だから多分ね45歳で亡くなってますよね、ほとんど45歳で亡くなってても、はい、全てのことをやり終えて亡くなってるから、はい、まあ、100歳ぐらいのなるぐらいのとにかく、はい、無駄がない人生を送る、もう圧縮してるんですね。そうそう、凝縮したというかね、はいはい、すごいそれは感じました、はい、でも時間なんかもうビチッと守るし、もうそれは驚きですよ、はい、それである時に、はい、なんていうかな、なんていうか、例えば学生たち、はい、縦の会社でこうやって10人ぐらいに談笑してると、はい、自分の時間が決まってるわけ、はい、10時とか決まってたら、はい、その時間になるとパチッと変わるわけ、もう人間が、あ、はい、で三島学生と談笑してる三島由紀夫から、はい、小説家というよりも人生そのものの三島由紀夫に目が変わっちゃうんです、うん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 、要するにもう寄りつけない目、来るなっていう感じの、はい、うん、
そうするとみんな学生はそれを分かるから、はい、お開きってなるんですけど、はいはい、あとねすごいねびっくりしたのはね、先生のうちにお邪魔した時に、あの女子供入れない部屋ってなるんですよ。へえ。で何かと女子供入れない部屋で来る、吉田さんいいよって言って入ったことがある。私女じゃないんだなと思って、はい、思ったんですけど、はい、そしたらちっちゃい部屋だったんですけど、はい、ちょっと座れって言うのは分かりますかって言ったら、はい、そしたら刀を取り出して、日本刀ですか、日本刀、はい、日本刀ってあの、はい、磨く時にパカパカパカ白い粉が、はい、もうねなんか日本刀見た途端に緊張しちゃって、はい、で空気がもうなんて氷のような感じ、はい、いや怖いと思って、はい、そしたら先生がもう収めて、はい、わーっていつも笑うから、はい、わーっと笑って、よしこさん何緊張してるんだいとかって言われて、はい、うん、はい、そんでなんとにかくなんていうの、私を脅かすのが好きなんですよ。あ、で食事食べに行くと、はい、あのスペアリブっていうんですか、スペアリブ、はい、その今こんなちっちゃいじゃないですか、それが違う、はい、こんな大きなスペアリブ、肉がいっぱいついてて、よそ大きい骨、はいはいはい、でスペアリブ頼む中で、よしこさんって言われて、はいはい、あ、 ありがとうございますって目の前に来たらこんなじゃないですか、はいはい、と思ったら違う、よしこさんのこれとか言って、はいはい、それでそれが面白い食べ方するんですけど、はい、一応半分ぐらい肉を食べて、そしたらバターと醤油かけちゃうんですよ、はい、ご飯入れて、はい、でそこでお皿の中でこうやって混ぜちゃう、とはっきり言えばチャーハンじゃないですか、はい、それで美味しいって食べてて、はい、ちょっと食べてから美味しいかなって、はい、とにかくね何か変わってるというか、うん、面白いというか、でも松浦先生のキャラクターを気に入ったっていうのもあるんですよね。あ、そうかもしれない、ね、うん、何でも言っちゃうしね、だから余計なんかそういう意味で可愛がったんでしょうね。そうですね、うん、縦の感性してればなんで戦争ごっこやってんのって言っちゃうし、はい、あ、そうそうそう、どんな話をするんですかその時は。なんだろう、どんな話の時ですかね、まあ男ばっかりだから、はいはいはい、で女性は入れないわけだから、はい、まあ、よしこさんだけは別だよっていうのを入れてくれていて、はいはい、でその時にあのまあ男の話するわけですよ、はい、戦いの話、要するに、死ぬことは美学なんだよね、はいはいはい、そうやってるじゃないですか、はい、そうそれは意味はわかるけど、はい、死んじゃったら家族困っちゃうわけじゃない、はいはい、ですよ、家族残して亡くなっちゃったんだけど、はいはい、でその時それで、はい、女性はそうじゃないから、はい、守るものがしっかりあるから、はい、女性はたとえ何があっても守らなきゃいけないって、はい、あるじゃないですか、はい、でもそういうのは男性はその美の美学っていうの、はい、それも大事なんだけど、はい、でその時に、まあ、純粋な人だなと思いましたけど、はい、だけど本当にね、なんとかもうまさに純粋を生きたような人、それである時に私がその、滝ヶ原にあの要するに一緒にちょこちょこ行ってるのは、はい、夫が要するに持丸宏が、はい、体験入隊してるんですよ、盾の会に、あの滝ヶ原消えたい体験入隊、はいはい、体験入隊してると私、はい、暇じゃないですか、はい、デートも何もできない、あ、はい、これでよしこさん暇だろ、はい、って呼んで誘うわけ、はいはい、それだから二人でいつも、ああ、なるほどなるほど、そういう感じで、それである時に、三島先生も滝川に行ってらした時に、はい、私がたまたま一つぐらい先生の本読まなきゃいけないなと思って、はいはい、で春の雪、はい、ごめんなさいね、ちょっと春の雪を読んだら、はい、ものすごく綺麗な文章だったわけ、はい、もう普通の人にあの文章書けないなっていうのも、なんともその文章というの絵のような文章を読んで、はい、あんまり綺麗だったんで、はい、先生日本語上手ですねって素晴らしかったって、私もバカだなって今思うんですけど、はい、なんでノーベル文学賞絵の目されてる人に褒めるかなと思うんですけど、はい、文章綺麗ですねって書いたんですか、文章綺麗ですね、感激しました、初めて読みましたと書いてそしたらお手紙をくださったの、はい、お返事を、はいはいはい、でそのお返事は持ち丸に託してくれたので、はい、切手を貼ってないんですけど、はい、それがね多分この辺にある、えこれが三島由紀夫かな、こうやって見せてくれた、あ、そうですね、ちょっとぜひこれはこれコピーですけど、公表してるんですか、公表してます、うん、ここにありますね、で三島由紀夫っていう名前が書いてあって、サインですね、で松原よし子様と、あ、それでこっちのページが手紙に、はいはいはい、でこの手紙の内容はこの本にも書いてありますし、はい、うん、あ、まあ、この手紙の内容にも ね、はい、自分たちは純粋なフラスコの中で、はい、あの頑張っていこうとしてるので、はい、それをよく分かってほしいというふうに書いてありますけど、ああ、すごいですね、そういう意味では、うんうん、うん、
そう、だからそういう意味ではすごい人に出会ったのかもしれないと思いますね、はい、いやいや出会ったのかっていうかすごいすごい、すごいですね、すごい人だと思いますけど、その後やっぱり、はい、いろんな出来事があるじゃないですか、はい、で辛いこともあるし、ギリになっていろいろやられることもあるから、そうすると思うのは、はい、三島先生が、はい、滑覆自殺した時よりは痛くないだろうとか、あ苦しくないだろうとか思いながらやってます、うんうんうん、はいはい、うん、負ける負けるもんかって感じで、うんうん、その三島先生が自決された時っていうのは、うん、先生は何にされたんですか。私はねちょうどね、長男をお腹にしたんですよ、はいはい、それで、はい、たまたま引っ越しした後で段ボールがいっぱいあって、はい、片付けなきゃと思って、はい、でまあ、汚い格好して段ボールを片付けていたら、はいはい、テレビあんまりつける人じゃないんですけど、テレビパチッとつけたら映ってる画面に、あこうやってって、あの有名なあの市ヶ谷で やってる、はい、えっと思って、はい、そしたら自決って次出て、あそれでその後、はい、古賀さん、古古賀さんだの、ちび古賀さんだの、いろんな方がもう名前がテレビ全部間違ってましたけど、はい、よっぽど慌てたんじゃないですか、はい、それをあの見て大変だと思ったわけ、はい、もしかしたら夫も言ってるかもしれない、はい、まあ実際言ってなかったんですけど、はいはい、携帯ないじゃないですかその時、そうですね、全然分からなくて、はい、それで一瞬テレビ見た瞬間に、はい、ね、5秒ぐらいかな、はい、腰抜けたってああいうことだと思います。お一生懸命こう段ボールとか持ってやっていたのに、はい、見た途端に腰がへなってなって立ち上がろうにも腰が立たない、ほんの何秒ですよ、はい、何秒ですけど、はい、あ腰が抜けたんだと思って、はいはい、すぐ気を取り直して、はい、誰が来るかわからないから、はい、とにかく段ボールを全部隣の部屋に全部積み上げて、で、あの黒い洋服に着替えて、はい、で待ってましたけど、はい、で夜遅く帰ってきて、はい、であの帰って音帰ってきたんで三島先生があったら分かってる分かってるっ ってことで、うんうんうん、でとにかく家の外に出るなって言って、はい、で家の外出ると、はい、外ちょっと覗くと、はい、遠くにこう誰かいる気配がする、はいはい、それはマスコミですか。分かんないです、マスコミじゃないかもしれないし、うんうんうん、公安かもしれないし、ああそっかそっか、そうですよね、うんうん、だから何とも言えない日でしたね、はい、うん、もうびっくりというよりも、はい、なんともびっくりは越しちゃいましたね、はい、うん、あれから腰抜けた話ってないから、あ、うん、いや当時いくつかな、まだ20代、はい、20代ですよ。ああそうでしょうね、うん、そのぐらいでしょうね、僕は小学校3年生とかで、そうそう20代です、うん、で今考えたらねすごいですよね、はい、で私は先生の死もすごかったんだけど、はい、その森田秘書さんが行っちゃったじゃないですか一緒に、あ、はい、あれがねなんか秘書さんって、はい、あのすごく可愛くて、はい、はにかみ屋で、はい、恥ずかしがり屋で、はい、本当に可愛い人なの、はい、その人が行っちゃったんで、はい、なんでってそういう感じありましたね。あ確かに行動派ではあったんですよ、はい、早稲田の国防部に入ってたんですからね、はいはい、うん、でもなんかちょっとただね今思えば、うん、その時から夫は時間が止まっちゃったんです。 ご主人はですか。夫はそう、その時から時間が止まっちゃった、うん、はい、なぜかっていうと、はい、三島先生ともいろいろあのお世話になったりね、はい、一緒にやってきた、一緒に建物を作ったわけだから、はい、で作ったんですけど、はい、その後あの、今は倉本本田さんという名前になってるかな、はい、あの倉本さんという人が第2番目の学生長さん、はい、で3番目が森田秘書さんだったんですけど、はいはい、その森田秘書さんも自分が呼んでるわけじゃん、はい、で立川から呼んだのに、はい、かかわらずその彼が行ってしまったっていうのはその先生に対する申し訳なさよりも、うん、秘書に対する申し訳なさの方が強かったんじゃないかなと思います、はいはい、でこれはね息子から聞いた話なんですけど、はい、30年経った時に、はい、私ねうち夫ね4回ぐらい倒産してるんですよ。で倒産するたびに会社が課長、はい、で倒産するたびに、はい、やるべきことをちゃんとやらないから倒産するのよって嫌味言ってたんですけど、はい、やるべきことっていうのは、はい、三島先生が、はい、後を頼むって言って行かれたわけだから、はい、それをやっぱり世のため人のために伝えなきゃいけないじゃないですか、はい、それをやらないで時間止まってるのも止まってるの見えてるわけだから、はい、私は、はい、女は止められない、子供が大きくなるから、はい、で私はもう現実の世界に来てるわけで、はい、でもずっと見てて私には見えてるじゃないですか、はい、止まっちゃったなって、はい、それがね30年後に、はい、
あの森田秀長さんのお墓とお兄さんのところに行かれたんです。はい、あの初めて行ったみたいですけど、でその時に息子も一緒に行ってるんですよ。はい、そしたらその持丸博士か今は松浦博士ですけど、はい、そのお兄さんに対して土下座して、はい、すいませんでしたってもうずっと土下座して謝って、はい、でそれを見た時に、はい、まあ、息子がね見た時に、はい、あ、お父さんびっくりしちゃったの、はい、じゃあね息子は、はい、でお父さんよっぽど心に傷を負っちゃってたんだと思ったみたい、はい、で私からすれば心の傷ではなくって、はい、その森田秘書さんに申し訳ないってもちろんあるけれど、あの何もやってあげられなかったっていうのももちろんあるだろうけど、はい、その後さ その事件があって、その時に初めてお兄さんが、はい、これが森田秘書の、まあ、弟のね、はい、その合服した時 の、はい、あの制服ですって言って血染めの制服を持ってきたで、それ息子見てるわけじゃないですか、はい、でそれ見てびっくりしたで、こう触らせてもらって、はい、いやーと思っても全部、まあ、もちろんどういうふうに血染めになっていくか分かんないけど、その子は血染めでしょうね、はいはいはい、でそれを見て、はい、びっくりしちゃったって、はい、でもそれで初めてあの夫の時間が動き始めたんです、はい、要するに謝って、はい、土下座して謝って、はい、でその後から、はい、三島先生の話をするようになったんです、はい、そうするといろんなねあの聞かれて、もちろん言えないことももちろんありますでしょう、はい、でもそれを言うようにして、はい、で、本を、去年一昨年かな、はい、書いたんですけど、はい、その本を書いてしばらく経ってから病気になって、はい、でもともと糖尿してたんですけど、はい、まあ、食道がんということで、はい、まあ、食道がんの手術は成功したけど、はい、糖尿病だったんで癒着してしまって、はい、ダメだったと1年ちょっと寝てましたけどね、はい、でもそれでやっぱり消化して、はい、まあ、1年半ちょっと今年に見ましたけど、はい、でもそれがまあそういう人生だったんでしょうけどね、はい、うん、でまあ、あのあっちに行きましたけどね、はい、うん、でそういう意味では私にとっては、はい、三島先生の絵、はい、の思いもありますけど、本田秀才の思いもありますよね、はい、だからね、その先生が亡くなってから有効期とかあるじゃないですか、はい、で私一回行ったんです有効期、はい、行かなきゃいけないかなと思って行ったら、はいはい、その森田秘書さんの写真、はい、要するに亡くなった時のっていうか記念撮影した写真がどうしても秘書に見えない、はい、怖い顔してる、 あんな顔してなかったのにって言って、ああそっかそっか、リアルにあの先生はこれあって見てるわけだから、そうそうそう、うん、もっと優しい穏やかな顔してる、ね、そう穏やかな顔してる、ひょうきんというか、そうです、ひょうきんな、でここに、ね、ありますよね、これ、はい、これなんかちょっとね、汚らしいっちゃあれですけど、でこれね、はいはい、森田秘書が、はい、これはいいですか、いいです、あ、いいじゃないですか、それ笑っちゃうのは、はい、後ろに書いたこれ字、森田秘書書いた字、あ、これ本人が書いてるんですか、本人書いた、いい男って、そう、本人書いた、あ、いいですか、この本に書いたのあんまり綺麗なじゃないですね、はい、チンピラチンピラとか書いたの、チンピラとか書いたの、あー、これはすごいです、ね、これ本人ですよ、本人がいい男って書いたの、あー、こうやって振った方がいいですかね、後にね、ただこれなんてね、普通、はいはい、月って書いたのでしょ、これ、はい、何も逆さまに書かなくていいのに ね逆さまに書いてる、逆さまに書いてるよね、わかるでしょ、どっちか、はい、これで、はい、イメージが全然違いますね、全然違いますよ、それでその慰霊祭はもうそれから、あの慰霊祭というかの有効期はもう、はい、私は行かない、むしろね、むしろこの写真使ってれば先生よかったですよね、行ったかもしれないですね、これからもね、そうだね、この写真だったら、うん、そうそうそう、もう必勝とかいう感じでですよね、逆に行きにくくなっちゃったっていう、ね、そう、なんかちょっと嫌だなっていうか、で、だんだん変わってきちゃうじゃないですか、歴史になっちゃう、まあ、そうですね、で、そのいろんな憲法問題とかいろいろ言っても、はい、私はその当時は憲法問題がどうのこうのっていうのは聞いてないから、はい、でどちらかというと男の美学しか聞いてないから、はいはい、それがだんだんそう歴史で作られていっちゃってるのを見ると、ちょっと違うかなと思ったりして、でも先生としては楽しい人生だったと思いますよ、はい、素晴らしく充実した、三島先生がと、ね、そうそう先生、まあ学生たちとね、会って、はい、
でも本当にね、立派なことです、うん。じゃあちょっとお時間来たんで、はい、とりあえず前半にして、はい、ちょっと後半につなげましょう、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。